キレストピスト、はい、イギリスのクルーズ対、はい、チェコの、チョペニッ チ、はい、ベスト8をかけた試合です。そうですね、はい、赤ランプ、ね、赤ランプ側がクルーズ選手、はい、イギリスですよね、はい、で、緑、ね、ランプ側の方が、チェコのチョペニッチ選手になります。はい、まあ、黄色の、ね、シューズ、ね、あの鮮やかな黄色のシューズがチョペニッチ選手チ、はい、ちょっとごめんなさい、僕ねチョペニッチ選手ね試合初めて見ましたね。あ、さあ新鋭ってところなのかなと思います、ね、クルーズが今世界ランキングの2位だったかな、かなり上位の方にね今クルーズ今36歳っていうさっきね話でした。はい、クルーズ選手、僕たちがね昔本当に ね、はい、ワールドカップ回ってた頃にね、彼もいましたけども、まだ本当に世界ランキングもね全然下だったんですけども、今もう世界ランキングで上位にいる選手ですからね。さあでもチョペニッチ選手今ねどん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 前に攻めていって3対0ですね。はい、クルーズ選手ね世界ランキング2位ですね。はい、さっき言いました。はい、いやいやいや、ごめんなさいね、半分ぐらいしか信じてなかったです。はい、飯村さんはいつもそんな感じですよね。はい、僕は9割ぐらい嘘ついてます。いいアタックです、クルーズのアタック。はい、チョペニッチ分かってません。分かってないことはないんじゃないですか。クルーズいいアタック。時々ね、あ、でもベンチ誰もいないですね。はい、チェコ一人で、一、ね、人で来たのかな、もしかして。かもしれないですね。すごいな。はい、無理にちょっと行きますね、クルーズ選手ね。はい、先ほどのクルーズ選手の試合はかなり落ち着いて後ろに下がって下がってで、うん、勝ちましたけども、今ちょっと前に行ってやられること多いですね。なんか試合の雰囲気違いますね、クルーズいつものと。そうですね、クルーズ選手もう少しね、なんか、うん、2つ3つやり取りしながら最終的にポイントを取るのがクルーズ選手っていうところですよね。アタックのマーク、うん、クルーズのアタック、今の入り方ね、クルーズ選手の特徴的な入り方ですね、はいはい、小さいステップからリラックスし て、はい、あれを打たない、はい、本当だと思いました、はい、今のリポストですね、はい、リポストでしょ、剣払いましたよ、当たりましたかね今の、はい、僕には見えました、本当だックですね、いやいやいや、はい、まあ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 次行きましょう、はい、さあクルーズ選手今2対5、はい、あれをもう一度打つか、うん、でも、はい、同じことは、はい、同じような流れにはさせない、はい、チョペニッチ選手のアタックが決まりました。6対2、さあちょっとこのリード嫌じゃ、嫌な、ね、嫌なリードですね、はい、これね、今のどっちでしょう、今のはクルーズ選手でしょう、はい、私チョペニッチのアタックを取りますね、いやいやチョペニッチ選手、いやいやチョペニッチのアタックかなり体勢悪かったですよね、はいはい、アタック打ったのがチョペニッチ選手だったんですけども、はい、まあ、リスナーの皆さんに判断してもらいましょう、リスナーの皆さんに判断してもらうんですか、はい、いやいやこれ判断するのは審判ですからね、はい、今さん何言ってるんですか、はい、周りに聞くんですか、さあ今のどっちですかって、これちなみにごめんなさい、このチャンネルを聞いている方でもしちょっと手を挙げていただける方いたら手を挙げていただきたいんですけど、このチャンネル聞いている方っています？あ、2、30人手挙げてます、ね、います、います、はい、どこいます、まあ、どこにいま す、ありがとうございます、ああ聞いてくれてる、ありがとうございます、手振ってくれてる人いる、はい、でもそんなにいないですか、やっぱ、はい、やっぱって言ったら悪いよな、はい、そうだな、僕たちどこで喋ってるかはみんな分かってるのかな、はい、はい、聞きたいこととかあったらどんどんね、はい、あれだったらちょっとチョペニッチのアタックを取りました、はい、何か言っていただけたら、はい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 、チョペニッチのアタックです、チョペニッチアタック取りました、はい、でもかなり体勢悪かったですよ、はい、まあまあいいや、まあいいや、はい、パラドリポスト肩口ですね、うん、肩口ですね、はい、今剣を払ってつきました、クルーズ選手、はい、同じことやってる同じことね、よくやっちゃう、あるあるですね、フェンシングあるある、同じことやるっていうね、はい、余韻に浸ってる間にもう一回やっちゃうっていうね、コントアタック、はい、今チョペニッチ選手を取らない、おお、そうか、今のチョペニッチの、うん、そうですね、クルーズ選手の剣を払った後でまだ生きた剣が残ってたっていうね、何ですか今の、何ですか今の、今のチョペニッチ、なぜフレッシュいったの、そうですね、クルーズ選手めちゃくちゃ落ち着いてましたね今ね、はい、これ若いね、若さですね、チョペニッチ選手のね、はい、チョペニッチ選手でも前半からね、果敢に攻めていってポイント取ってますからね、多分このまま逃げ切りたいところでしょうけど、今のクルーズ珍しいね、うまいですね、いってそのまま剣を残して、はい、うまいですよねあれね、でアタック打った時に体勢崩さないのがやっぱりクルーズ選手の良さですよね、
あれだけの体のサイズあるけども全然体勢を崩さない状況で次の展開一つ二つ三つまでね勝負できるのがクルーズ選手。ほらあでもかなりチョベニッチ選手はアグレッシブでね、あ見てないですね、見てない、見てないですね。さあさあレッドピストの展開1ラウンド目でちょっと時間も今見えにくい1分14秒。ただもうほら1本差来ましたね。さっきのあれだね、ワトソン選手とのねアボラ選手との試合みたいな感じで序盤リードを、そうそう落ち着きましたね。アリさんのアンリニューからアレをするか、36歳、みそじですよ、みそじね、クルーズみそじ、コントアタック14メーターのこのラインね、はいはい、あのもうクルーズ選手のね足ね右足もうあと10センチ動いてたら相手に点数入りますよ ね。押し出しって言ってあの14メーターの一番最後のところもう一個もうあとちょっとあの足ほらでもチョベニッチのアタック、はい、アタック打ったと手を残しましたね。残したルミズですね、はい、いやクルーズ選手ね、はい、もうこれねフェンシングこれもあるあるですけど14メーターが染み付いてますよね。もうあと残り、もうちょっと掘り下げて、待ってください、はい、試合見ててください、はい、クルーズ選手が14メーターあと10センチ20センチっていうところでね止まるんですよね。これもうあのだいたいこう周りの景色とか見ながらあと残り、少ししかないっていうことをちゃんと確認した上でこれ以上下がらないっていうね、これも本当に普段の練習で染み付いてますよね。そういうことです。そういうことですね。わかるでしょ。はい、飯村さんも最終ラインに下がってばっかだったからね。はい、私はあの下向かなくても最終ラインがわかります。そうですよね。最終ラインの魔術師って言われてたのね。エンドラインの魔術師。あ、そうかそうか。うん、もうどっちでもいい。はい、はいはい、クルーズ選手。クルーズ追いついてきました。はい、7対8、1点。さあチョペニッチ若さでこのまま、ね、逃げ切りたいところ。やっぱり変えないですね、はい。チョペニッチはもうどんどんほら前に行って。できるだけクルーズ選手の展開に持っていかさないようにしたいんだけども、さあクルーズ選手2点リードされてますけども、さあどんな風にして挽回していくのか、チョベニッチ選手のこの、若いこのアグレッシブな前へ出るスタイルに対して、はい、2回3回の2番みたいなね、うん、そうですね、マスクは無効面ですね、はい、マスクに当てれば今のは警告じゃないですか。いや大丈夫ですね、です頭を下に下げてあの後頭部ね後ろのね部分が見えるようなぐらい下げると、はいはい、イエローカードの対象になりますよね。昔ありましたね、ありましたね、今笑っちゃいましたね、はい、はい、頭の後ろ疲れて血が出たこと血が出ましたね、吹き出ましたね、はい、はい、あのまあ物騒な話なんですけどもね、はい、あまり言っちゃうとフェンシングのファンが離れちゃうんですよ、はい、はい僕と飯村さんがね試合やった時の話ですよね、はい、おーいいアタック、あれ飯村さんが頭下げたからですよ。いや違う、飯村さん頭下げて僕が背中に振り込もうとしたらあの頭に振り込んだっていうね、山口選手振り込みが得意ではないのに振り込んで、はい、そうですね、あんまり珍しいことしちゃダメ、はい、1ラウンド目ですね、はい、1ラウンド目終了、1分間の休憩時間です。しかしこれベンチ寂しいですね、お互いベンチ、はい、あのコーチがいない状況でこの1分間を過ごすという、はい、ただまあこの1分間でしっかりスポーツドリンク等を飲んで、ね、回復した状態で2ラウンド目に臨むという形になります。はい、じゃあちょっとこのインターバルの間で、もう一回教えていただけたらと思います。レッドピストを今聞いてるよっていう方もう一回手を挙げていただいてもいいですか。はい、ブルーの方さっきから手を挙げてくれてますよね、ありがとうございます。あ、ピースしてくれてる、面白いですか、ありがとうございます。じゃあもっともっと、はい、あの楽しく話しさせてもらいます、他にもいないかな、レッドピスト聞いてる方おられたら教えてもらえたら嬉しいです。いないかな、いないかな、手挙げていただけたらいいんだ、嬉しいんだけど、あ、いた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 、あ、ありがとうございます。はい、頑張って、ちょっとね裏話いろいろ入れていきたいところです。クルーズ選手はメガネはかけてます、ね、そうですね、昔からメガネかけてますよね、ゴーグルですよね、あれ、そうですよね、スポーツタイプのやつですよね、やっぱり視力的に多分あれでしょうね、あの必要なんでしょうけどね。おー、アタックついた。さあチョペニッチ選手2ラウンド目、さあこの1本目って結構大事なんですよね、はい、あ、ただ今のは何を言ってんだ、何を言ってんだって言っちゃダメか、アタックがついたのに、はい、審判は
本当はタッグを取ろうとしてる。審判自分から行ったんですか今。自分から行きました、ね、セルフで行ったんですね。これ審判が自分からビデオを見に行くパターンの時は、あの選手が、ビデオを要求できる2回には含まれないですよね、はいはい、選手には、ビデオ要求するジャッジに不服があった場合2回まで、要求できます。でジャッジが通った、あの自分の要求が通った時は、その、2回のビデオを使う権利は、減りません。はい、そんな形で個人戦はね2回、チャレンジ、テニスでいうチャレンジってやつですね。はい、今9対10になったんですね今の覆って、はい、ランプがついたのにコンタクト取りましたね。今多分スコア確認しに行きましたね、はい、副審がね9対10、はい、あ9対9ですね、9対9、あ、はい、並びましたね。クルーズ選手並びました。さあショペニッチ選手ここからもう少しねまたリードを広げたいところだけども、ついたチョペニッチ、リポソの、はい、ルミーズ、はい、クルーズ選手がチョペニッチ選手の剣を払って背中に行った、でもつけなかった、はい、その後チョペニッチが懐に飛び込んだ、もう一回飛び込んだ、もう一度同じことやりましたね、はいはい、チョペニッチ選手やっぱ若いですね、はい、若い、うん、いや早いですよね勝負展開が。打った時を残す剣ってあれいいですね、うん、いやこれ多分クルーズ選手、はい、嫌ですねこのリズムね、はい、下がる下がる、うん、ディスタンス距離感もねあんまり好きじゃない距離なのかな。やっぱクルーズ選手大きくてね長い距離での勝負が得意なんで、やっぱりあんまりどん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 来られるのはあんまり好きじゃないんだろうな。どうしたんですか。ちゃんとやってください。今先輩のがひどい、今会長からご指摘が来ましたね。はい、はい、あの私を起用した会長の責任です、はい、そうですね、はいはい、あの太田雄貴会長から今ねちょっとメッセージが来ましたけども、はいはい、気にしないでいきましょう、はい、10対11、はい、関係ないです、はい、いろんなチャンネルがあっていいんです、はいはい、さあリポストです。払いのけてつきました、肩口へのリポスト、うん、振り込み振り込み、はい、さあ振り込み、今までチョピンじゃ頭下げましたね。そうですね、ちょっと危ないですよね、はい、はい、あの血出ちゃいますね、はい、はい、井村さんと同じになっちゃいますよ。おさあリポーズめちゃくちゃ早い、うん、あの同じラインばっかりですね、叩いて背中叩いて背中っていう、はい、うん、ちょっと怪しいですよ。今チョペニッチのアタックっぽかったですよね、はい、私もチョペニッチのアタック、はい、剣見てください、はい、剣曲がっちゃいました、はい、ビーンと曲がっちゃいました、あの剣は、はい、あの剣もう二度と使えない、いやそんなことないか、まあ治りますけど、あれだけ曲がっちゃうと癖ついちゃいますからね、はい、これフェンシングあるあるですね、はい、はい、僕強くついちゃうタイプなんで、剣があれだけ曲がっちゃったらなかなか癖ついちゃうんで、距離が分からない人はね、そうなるんですよね、はい、誰の話してるか全然分かんない、はい、次行きましょう、次行きましょう、距離、はい、後ろない、後ろない、出た、あ、出た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 、出ました、出ちゃった、出ちゃった、出ました、出ちゃったんだよ、はい、うん、出ちゃったんだよ、はい、14メーターの幅の中でね、縦の幅の中で、はい、今ね、エンドラインを越えたので相手にポイント入りました。チョペニッチ選手は、あ、変なアタック、変なアタック、ちょっと今チョペニッチ選手がエスケープしてたようにも見えますし、ただ審判はリニューって言いましたよね、はい、クルーズ選手が剣を伸ばした、手を伸ばした状態でついたということを見て、クルーズ選手のポイントが入りました。さあシーソーゲームが続きますね。さあここからの展開、決してまだまだわからない。おお、下から剣を払ってお腹つきましたね。お腹ですか。お腹です、お腹です、お腹ですか、はい、お腹です。あの、はい、下っ腹の方ですね。13対12、さあクルーズ選手、イギリスクルーズ選手、さあ逆転しました。世界ランキング2位ですね。さあチョペニッチ選手、ここでね勝ってランキング上げていきたいところですよね。さあ思い切り、ちょっとなんか投げやりになってきました、ね、いや投げやりじゃないと思いますよ。ちょっとベンチに入ってやり、ね、あれは僕はベンチ入ったらナイスチャレンジって言いますね。チョペニッチ落ち着け。たった1本ですからまだまだ分かんない、うん、クルーズ選手はここで落ち着いて相手の隙を見て何をするか、あ、カウンターアタック、飛び込んだ。もうチョペニッチ選手ね行くしかないですからね、まだ時間はあるけど、 ただもうあと1本取られたらっていう状況で、さあチョペニッチ選手はやっぱりもう最初から最後まで前で勝負、前で勝負。クルーズがこの距離を取って最後コントアタックですか、うん、もうかなりでも落ち着いて、でも最終ライン、おお、あ、でもアタックノンバラブル、アタックノンバラですね。さあチョペニッチ頑張れ、アタック無効面、足かも手ね、シルバーに光ってる部分は有効面になりますね、お腹にしても背中にしても。ただチョペニッチ選手今多分足もしくは腕をついたので白いランプがつきました、これは無効面です。さあ
この後どんな展開になってくるのか、あと1本で、クルーズ選手の勝利です。さあまだまだわからないです。全然逆転ありますからね。クルーズ選手さあ、さあ何をするのか。おリポスト、ね、剣を払って腕ですね、後ろ10センチチョペニ選手大興奮でしょう。大興奮チョペニ選手。おクルーズ選手が攻める攻める、お攻める、お、でも行かない、行く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 行かないってね、よくあるんです、はい、あれ多分ね行くつもりないけど多分押しただけですね、うん、よくある。お行っちゃった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 、あああああああ、ハルト今のチョペニチ選手、今のはどうですか、ね、いや僕もチョペニチ選手のトゥッシュ で、ね、うん、あのポイントでいいと思いますけどね、はい、あれもうビデオ判定の権利は、ないのかな、もう持ってないのかな、2回使っちゃったのかな、持ってたら言いますよねきっとね、はい、うん、今クルーズ選手が無理に突っ込んでいったところを避けたチョペニ選手のポイント入るかなと思ったんですけど入らなかったですね。さあこの1本は大きいですよ、ね、かなり大きいです今のは、ね、チェコからはるばるやってきたチョペニ選手ありがとうございます。なんか響きがいいですよね。いいですね、チョペニチ、チョペニチ言いたいですね、チョペニチ、チョペニチ、うん、チョペニチって、アタック決まって言いましょう、多分アタックで決めるでしょう、決めるなら、ただちょっと膠着状態、言わして言いたい言いたいんだけど、あ言ってくんないっていうね、こういう時に限って言ってくれないよ、ちょっともう行くしかないことはないんだろうけど、おーチョペニチ、ノーチョペニチ、ノーチョペニチアタック行ったけど入んなかったノーチョペニチ、はい、ノーチョペニチで依然12対14、はい、さあ面白いですね、でもねこの試合もね、はい、レッドピスト、もう他のピスト全く僕らね気にもしなかったですね、はい、はい、もうまあいいや、まあいいや、いやいやレッドピストに注目しましょう、はい、はい、さあ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 クルーズ選手行きました、行きました、行く行かない、うん、クルーズ選手ここに来てやっぱりね、はい、ちょっといろんな展開見せてますね、はい、下がるだけじゃやっぱりポイント動かなくなってきたから、はい、前と後ろと 14m 広く使い始めました、はい、このねどこで戦うかによってもかなり状況が変わるんで、フェンシングの見どころとしてはどのエリアで勝負するか、これも一つの見どころですね。私は最終ラインですけど、ね、あなたは最終ラインばっかですよ、はい、はい、最終ラインの魔術師、はい、エンドライン、あエンドライン、あ失礼しました、エンドラインの魔術師ね、はい、残り10秒、はい、2ラウンド目はそろそろ終わろうとしています、はい、やっぱり膠着状態でチョペニチ選手もちょっとアタック行きづらくなってますね、はい、3秒2秒1秒、はい、2ラウンド目終了です、はい、さあ2ラウンド目終了の時点で14対12、日本リード、クルーズ選手が2本リードしてます、世界ランキング2位、やっぱり強いですね、いいですね、うん、序盤あれだけリードされてたのにね、あのトントントンと逆転していきました。さあチョペニチ選手ね、この後の3ラウンド目で流れ変えて、さあペオジュン勝った、おどこですか、あブルーピスト、ブルーピスト、おマシアラス負けた、はいはいはい、マシアラス世界ランキング8位ね、世界選手権でもねこれまで大活躍してきたマシアラス君が負けましたね、はい、おヘオジュン身長低いですよ、100カズキと一緒ぐらいじゃねえ、そうですね、飯村カズキ君ね、はい、今回代表メンバーに入ってた飯村和樹君、中学校3年生より低かったですよね、はい、でもあのサイズでも勝てるっていうのを証明してくれてるのがいいですよね、はい、レッドピスト試合再開です、再開しますね、5秒前4秒前、さあレッドピストをねチャンネル合わせてくださってる方はそのままでお願いします、はい、もう少し、はい、頑張りましょう、ショペニチ、はい、ショペニチ、さあアタックいくのかショペニチ、頑張れ、序盤からアタックで全然ねポイント取れてたから行きたいところだろうけど、はい、あのリニが怖いんでしょうね、そうですね、うっショペニチリポストショペニチ、ノーショペニチ、ノーショペニチです、さあ今相手の剣、クルーズ選手の剣を払って突きに行ったショペニチ選手ですが、この状況でねなんかショペニチ選手応援したくなっちゃいますねはい、さあ世界ランキング2位のクルーズ選手が今守りね守ってますね、行かないですね、さあ黄色いシューズね、チェコのチョペニチ選手、これだけ僕らね若手だと思ってたらチョペニチ選手ベテランだったらどうしましょう、分かんない、後でちょっと確認しますね、さあ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 チョペニチ選手3ラウンド目もう行くしかないのか、さあただまあ守ってねディフェンスの展開、あー終わった、クルーズ、クルーズ、クルーズの、ね、言いたかったですね、言いたかったですね今ね、クルーズ
ショペニッチ。あ、クルーズ選手おめでとうございます。はい、これでベスト8進出、クルーズ選手です。コーチそこにいたんだ。コーチなんでベンチに入ってないんだ。